これで終わりか。さすがね。この程度の修行じゃ物足りなかったかしら。この様子なら大丈夫だ。助かったよ。さて、俺たちもここで解散だ。二人ともしっかり体を休めとくように。よし、それじゃあ私は師匠に報告に行ってきますね。ああ、俺も後で報告に行くと伝えといてくれ。わかりました。俺は一楽ラーメン直行。私もお腹ペコペコ。報告が終わったら何か甘いものでも食べに行こうかな。さくらちゃんってば、甘いものばかり食べると長寿みたいに。元気だねあいつら。どうやら俺の方はダメっぽいな。前の戦いでチャクラを使いすぎたか。仕方ない、次の任務はあいつに代わってもらうか。時間もあるし、その辺をブラブラしてみよっかな。久しぶりだな、ナルト。誰？久しぶりに会ったとしても仲間の顔は覚えておくものだ。なぜなら話しかけた側が辛いことになるからだ。その面倒くさい喋りはもしかしてシノ？やっと思い出したか。そんだけ顔隠してりゃ誰だってわかんねってばよ。なんだよシノ、あえじゃねえの。この声ってば。お前は牙か。おお、やっぱりナルトじゃねえか。って、その犬はもしかして。何言ってんだ、
赤丸に決まってんだろう。なあ、犬って短期間でそんなに大きくなるもんなのか。ん？大きくなってるか。いつも一緒に行くからわかんねえな。いや気づけってばよ。昔はお前の頭の上にいたんだぞ赤丸。なあシノ。牙にはすぐ気づいたものだな、ナルト。やべえ、拗ねてる。キバ君、シノ君。ん？え？おお、ヒナタじゃねえか。久しぶり。ナルト。なんでお前はいつもナルト見て気絶すんだよ。ヒナタにもすぐ気づいたものだな、ナルト。ちった、落ち着いたかよ、ヒナタ。うん。で、お前たちってば。ここで集まって何しようとしてんだ。ああ、俺たちこれから任務でな。これからのことを一度話し合っとこうと思ってよ。へえ、任務か。あ、そうだ。俺ってばちょうど暇だし、お前たちの手伝いをしてやるよ。うん、それはありがたい。でも、任務って勝手に受けちゃダメなんじゃ。その通りだ。任務を行う際は必ず5代目の了解を得る。それがルールだ。わかったってばよ。ばあちゃんの許可をもらってくればいいんだろ。そんなのすぐにもらってきてやるよ。ま、期待しねえで待ってるぜ。もし許可がもらえたのなら木の葉の森に来るがいい。俺たちはそこから任務を開始する予定だ。了解だってばよ。というわけです。なるほどな。王国ご苦労だった。ばあちゃん、ばあちゃん。ナルト。なんだ、想像しいやつだな。あのさ、ちょっとお願いがあるんだけど。触れない班のボロか。そうそう、な、言ってもいいだろ。あんた元気ね。ま、いいだろ。特別に許可してやる。え、ほんと、やった。ただし、あいつらの邪魔だけはするんじゃないよ。大丈夫大丈夫、バッチリ任務をこなしてきてやるよ。サンキューな、ばあちゃん。遅いぜナルト、もう来ねえかと思ったぜ。
久しぶりね、ナルト。今日はこの子たちに協力してくれるらしいじゃない。おう、泥船に乗った気分でいてくれよ。ナルト君、それを言うなら大船じゃないかな。え、そうだっけ。まあいいや、とにかく任せとけってばよ。中身は相変わらずのようね。さあ、挨拶はこれくらいにして、そろそろ任務の説明をするわよ。今回の任務は国宝の壺を砂隠れまで運ぶ輸送任務よ。輸送任務？なんかぬるそうな任務だってばよ。いや、そう言い切ることはできない。なぜなら、我々が運ぶのは国宝だ。それを狙った盗賊の出現は容易に想像できるからだ。盗賊ね。そこで班を盗賊討伐班と壺輸送班の2つに分けるわよ。盗賊討伐班が先行して、できるだけ盗賊を殲滅。その後、壺輸送班が残った盗賊を回避しつつ、引き渡し場所の風の砂漠まで壺を運ぶ。いい？俺たちは盗賊討伐を引き受けるぜ。ナルト、お前は後から壺運んできな。分かったってばよ。それじゃあ、私たちは先に行くね。おう、しっかり敵を倒しておいてくれよ。さーて、俺も風の砂漠に向かうってばよ。目的地に到着。ご苦労様。壺はちゃんと持ってきてる？へへ、バッチリ。そりゃそうだ。俺たちが盗賊を倒してやったんだぜ。失敗するわけがねえよな。とにかく無事でよかった。あとは任せておいてくれ。これで任務終了か。よかった。それじゃ、木の葉に戻るわよ。了解。今日はこれで解散ね。みんな、しっかりと休息を取りなさい。さてと、
俺ってば次はどこに行こっかな。ああナルト、あんたにこれ渡しておくわ。任務を手伝ってくれたお礼よ。お、サンキュー、紅先生。あの、ナルト君、今日は手伝ってくれて、その、ありがとう。ま、お前も少しは成長してるみてえだな。安心したぜ。お前に言われると、妙な気分だってばよ。すまない。あれでも牙は礼を言っているつもりだ。そうじゃねえよ。お前、またリーダーっぽいセリフを。それじゃあね、ナルト君。おお、またな。あいつらってば、全く変わってなかったな。さてと、また暇になっちまったな。綱手のばあちゃんに任務の催促でもしよっかな。